はい、皆さんこんばんは。今日はね、つむつむのゲームテクニックの一つ、ボムキャン繰り越しについてやり方と解説していきたいと思います。知ってる人も知らない人もいると思いますけど、何か一つでも参考になればと思いますので、よかったら最後まで見てってください。一応手元とゲーム画面の2画面でお送りしますので、まあ見やすい方見ていただければなと思います。はい、まずですね、ボムキャン繰り越しの前に、そもそも繰り越しってなんぞやっていう人もいると思うので、そこから説明していきます。繰り越しっていうのはゲージ、スキルゲージの繰り越しですね。今ちょっと分かりやすいようにシャドウでやるんですけど、スキルを溜まった後って本来ここのスキルゲージが空っぽになるんですけど、まずそこをやっていきます。溜まった。で、ここでスキルを打つとここ空っぽになるでしょ。で、繰り越しっていうのは、このスキルを使った後に少しでもゲージを貯めるっていう、まあテクニックですね。まあこう繋いでって溜まるかわからんけど、20で。ここを連打しときます。あー、これ溜まんねえかな。あ、いった。ほら。スキル使ったらここ1個2個。これ2個分なんですけど。これ。これがスキルゲージの繰り越しです。はい。もう一回いきますね。まあ、やり方としては、ただ連打しとくだけで大丈夫です。はい。まあ、さっきよりも、多分チェーンが長くつなげるので、こっちから行こうか。23。これで、ここを連打しとくだけで、さっきより、1個分、1個かな。ここも入ってくるので、4つ。ね。4つ分繰り越せました。はい、これが繰り越しです。じゃあ次、ボムキャン。ボムキャンセルのことですね。つむつむさっきみたいに、チェーンをつなぐとこうやって消えてく演出があります。これを全部見るとやっぱり時間がかかってしまうので、この制限時間があるゲームだと、これをボムを使ってキャンセルをします。まあ、演出、モーションのキャンセルかな。1個あった。さっきみたいに20チェーンもつなぐと、ものすごく長く見るでしょ？こう長く繋いで、ここを消えていくのをボムを押すと、一気に、ゲージ、スキルゲージだったり、フィーバーゲージ入っていって、モーションがキャンセルしたりされます。これがボムキャンセル。通称ボムキャン。見ていくの？はい、カット。で、やると、もうすごいスピーディーにどんどんツムが消えてきます。はい。あ、スキルたまんなかったけど。これがボムキャンセルです。で、はい。ここから。今の二つ。ボムキャンセルとゲージの繰り越しを合わせて、ボムキャン繰り越しっていうのをやります。まあ、だいたい、予想はつくと思うんだけど。で、これをうまく繰り越すには、一つコツがあって、ある程度スキルが溜まって、てる状態じゃないとうまく繰り越せません。はい、まず失敗の方からいきますね。失敗の方ちょっと隙間空いてるね。ここさあ、今ゲージが空っぽで、さっき20つないだら1個繰り越せたでしょ。この状態でボムを使ってやっても、連打してもゲージ繰り越せないんですよ。これ。10何チェーンか繋げる状態。ここから、スキルが溜まる直前にボムを入れて連打をすると繰り越せます。これがボムキャン繰り越し。なんて言うんだろうな。スキルが溜まる瞬間に押し込む感じ。残りの分を。もう一回だけいきますね。これやり方、さっきも言ったけど、スキルが溜まる直前です。ボムを割るのは、スキルが溜まる直前じゃないと意味がありません。はい、ちょうどいい感じに、ダイツムやらチェーンが繋がる場所があったので、もうこの状態で行きますね。さっきみたいに、あと3個ぐらいで、3個4個でスキルが溜まるので、これで毎つも繋いだ状態で、スキルが溜まってからやっちゃうとダメなので、ここで今左手なんで使ってやるとうまく繰り越せます。
はい、今スキルゲージの溜まり具合とロングチェーンがあるのでもう一回説明しますけど、これスキル溜まってからだとゲージがほとんど繰り越せないです。これでスキル溜まってからボムで押してスキル使っても繰り越せないので、使うタイミングは本当にスキルが溜まる直前でボムを割ってください。まあ、何かしらタイミングが合えば、まあ、若干繰り越せなくはないんですけど、基本的にはもう繰り越せないと思ってください。スキルが溜まってしまったら、うん、そこだけ注意してください。はい、でこのボムキャン繰り越しがなんでいいかっていうと、またシャドウでやるんですけど、やっぱりさっきのカッツ、はい、じゃあちょっと画面切り替えまして、ボムキャン繰り越しのもう一ついいところなんですけれども、それがボムで消した分もゲージに繰り越せます。これ今ちょっといいようでやってますけど、これがちょっと別のアプリで画面止めてますけど、あと3つか4つくらいでスキルが溜まるんですけど、ここで今、5チェーンをしたのに、そうすると1個2個、5チェーン分で多分1個か2個繰り越せるはずなんですけど、ここでボムキャンをすると、ほら、繰り越せた数は絶対1個2個じゃないでしょ、これ。8個9個。繰り越せてるので、8個9個かな ?7 個かなそんくらい。なので、今見てもらったように、ほいっと、ここからね、ちょっとね、あんまりにもスローだけど、この送りで。1個、2個、3個で溜まったってことは、5チェーンだったら2個繰り越せてるはずです。だけど、ここ、ボムで割った分が、ほら、ここちっちゃい EO いるでしょ、ちっちゃいの。ボムで消した分はスキルゲージの方に溜まってくんですよ。これ。8。ドン、ドンと。なので、普通にスキルゲージを連打するよりも、ボムで消した分の前積むも、スキルゲージの方に入ってくので、それがお得です。ボムキャン繰り越し。チェーンの処理が早いだけじゃなくて、その分も繰り越されるので。これは多分ロングチェーンしてますね。ロングチェーンなんかバーってやって。ただここら辺の2個3個も繰り越せてくれるので。3回目が多分一番わかりやすいと思います。3チェーン分。3チェーンしかしてないけど、絶対3チェーンよりも多く繰り越せてるので、これ、ボムキャン繰り越しの一番いいところ。3チェーンして1個、2個、2個で溜まったってことは1個分繰り越せるはずだけど、ボムで消した分が後からドーンとここで、ね、思いっきり入ってくるので、もうこれです。さっきと同じことしか言ってないけど。ボムキャン繰り越しはこれがめちゃくちゃ強いです。なのでぜひ覚えてください、皆さん。はい。ということで、ボムキャン繰り越しのやり方とか、いいところは分かったと思いますけど、ただ、これが、メリットになる積むと、デメリットになる積むが、いるんですよ。まあ、デメリットの方から話していきますけど、それが、効果範囲がある、積む。で、スキルか。まあ、シャドウで言うと効果範囲 M サイズ。真ん中に、真ん中の積むが変化してくれる。あとは消去範囲。ですね、白生タトとか横ライン消去なのでちょっとやりますけど、ボムキャンでいくら繰り越してもこの横ラインのところのツムをボムとかで消してしまうと、いくら繰り越しても消去数が減って、まあ、スキルで点数が出なかったり、そもそも消去数が少ないので次のスキルが溜まりにくかったりっていうのがあります。ちょっと準備しますね。こんなもんでいいかな。まあ横ライン、まあ若干上から振ってくるので、そこそこは消してくれますけど、まあこんな感じで、8つないで4つないで、こんな感じでやると、もうここら辺何もいないので、消去数21とか、めちゃくちゃ少ないでしょ?本来だったら多分35とか、こうやって37を、
消してくれるはずなのに、ボムキャンしたことによってツムが少なくなってしまうので、これマイナスになります。まああと変化系もそうですけど、まあ一番デメリットとして分かりやすいのがヤンオイとかかな。本来だったら下の方バーって毎ツム増やして20個とか変化してくれるんですけど、これをボムキャンからすると多分とんでもないことになります。はいね全然でしょ。今1個2個しか変化しなかったので、こういう範囲がある消去系だったり変化系だと効果がマイナスになります、基本的に。なのでそれ以外の粒、例えば効果範囲がないランダム消去とか、こういうチシャ猫とか、まあ僕がライブなんかでもよく使ってると思いますけど、ブギ、このランダム消去も消去数が固定なので、盤面にいるツムを、20個だか30個とか、スキル使ったら確定でその個数を消してくれるので、ボムキャンの繰り越しはとても有効に働きます。あと、縦ラインのツムなんかも、そもそもボムキャンからのスキルっていうのがとても相性がいいので、ボムキャン繰り越しも、メリットとしてなります。まあ、ちょっと大げさに今からやりますけど、ボムで消したツムっていうのは、上の方から振ってくるので、これを縦ラインでやると、まあ連続でスキルが使えたりっていうのがあります。はい、ちょっと準備します。はい、準備ができました。こっからスキル、あ、毎つむつないでボムキャンからやると、ここのやつが全部消えてくれます。40消去で、ここのやつまた消えてくれます。はいっていった感じで、ボムキャンからスキルっていうのがとても相性がいいので、もう消去数が減るどころかむしろ増えてきますので、縦ラインは、これぜひ覚えてください。まあ、タイミングちょっとシビアですけど、シビアっていうか難しいですけど、まあ慣れればそこまで難しくないと思うので。はい、あとはさっき言ったランダム消去と縦ラインと、まあ効果時間系のツム、スキルを発動してから効果時間が始まるツムとか、まあ邪悪な妖精マレフィセント取ったり、スキル発動して消去してから効果時間6秒とか始まりますので、ゲージの繰り越しはなるべくしときたいですね。あとまあ一番っていうかな、よくあるハムですね。ハム、このハム消去系横ラインですけど、ちょっと特殊で、まあハム以外にもいるんですけど、これ消去系じゃない、スキルを使ってもツムが動くんですよ。後ろ盤面のツムが動くので、こういうのはもう積極的にゲージの繰り越ししてください。スキルを使った時にちょっと分かりやすいように扇風機打ちますけど、スキル使ったらこうやって後ろのツム動いてるでしょ。これがあるといくら横ラインでも消去数が減らないんですよ。ボムキャンしても上のツムが降ってくるので、ちゃんと20近くハムの場合消去してくれるので、もうそういうツムはめちゃくちゃゲージの繰り越し意識してください。まああと他で言うと、なんだろうな、レイヤ姫とか、まあもっとたくさんいるんですけどまあ一番使うのが多分ハムだと思うので、今回ハムを紹介してます。さっきの白生タだと消去数かなり減りましたけど、こうしてこうしてスキル打ってもちゃんと盤面振ってきてるので19とか消してくれます。今のは普通のスキルゲージ連打ですね。はいっと、まあこんなところですかね。メリットになる消去範囲、効果範囲がある、ツムだとデメリットになって、あとはランダム消去縦ライン、スキル中にツム動くだとか、効果時間、スキルを発動してから効果時間があるツム、あとは動くツムっていうのが、メリットに
になります。いくら効果時間あっても8プーとか時間停止系だとボムキャンした後盤面にいないのでツムつなげなかったりするので、こういうのはデメリットになっちゃいますね。はい、ということでボムキャン繰り越し解説していきましたけど、いかがだったでしょうか。そんなに難しくはないと思います。やる分にはね、それをワンプレイの中で絶対にミス、一回もミスなくやれっていうのはさすがに難しいですけど、ボムキャン繰り越しやる分にはそこまで難しくないと思うので、スキルゲージ溜まるタイミングで、まあ、スキルボタンを押していただければ。まあ基本的には、左手かな。まあ右利きの人ですけど、左手、まあ置きプレイだったら人差し指で押したりだとか、まあ持ちプレイだったら左手の親指とか、僕は親指でやってますけど。でやると、まあ、よりゲージの繰り越しできると思いますので、まあ、前つむつないだら基本的にここずっと連打しとけばなんとかなるので、はい、皆さんもぜひやってみてください。はい、じゃあ今日の動画はこれで終わりです。皆さんもボムキャン繰り越しね、頑張ってみてください。では、バイバイ。